タイヤセッティングもなんかこうもうちょっと現代風な改造ってないの？まあでも発想はユニークだよね。ということで今回またタイヤセッティングになるんですが、ペラタイヤという改造をやっていこうと思います。ペラタイヤっていうとなんかこう難しいイメージがあるんですけど、もともと厚みがあるタイヤを薄くしていくのにある程度技術が必要としていく中で、だったらじゃあ初めから薄いタイヤを使ったらいいんじゃないの？そういうわけで前回使いました中空タイヤを幅を調整して使っていきたいと思います。やり方としましては、先にモーターを高回転高トルクのパワーダッシュモーターに変更。タイヤ幅を決めていくのにマルチテープ1ミリ幅を貼っていきます。はい、こんな感じ。なるべくまっすぐ貼ってあげて、テープ両端をデザインナイフでカットしていきます。それじゃあしっかり充電した電池をセットして、ではやってみましょう。あーやべ、ブレーキ、ブレーキ。じゃあ片側こんな感じに切れたので、先にホイールに取り付けていきましょう。これ一回テープを剥がしていって、タイヤ表面の筋が気になる方はこれを裏返す、そこにホイールをはめようとすると、ああこれなんだったら台形ホイールの方が良かったのか。急遽ホイール買ってきました。ホイールにはあらかじめ両面テープをつけておいてあげて、少しだけテープを剥がしておきます。ここに先ほどのペラタイヤを、お、結構きつくなりそうだな。じゃあしっかり線を合わせながら、両面テープを剥がすと、はい、こんな風になりますので、また余分なタイヤはカットしていきます。あ、切れてないや。もう一回。はい、ではタイヤ加工は完成ですが、タイヤ径よりもホイール径の方が大きくなってしまったので、ホイールを削っていきます。ワークマシン使うんだったら最初から普通にペラタイヤ作った方が良かったかな。腹を先に当ててから刃をだんだん傾けて入れていく。スライチになってきたかな。はい、ではこれでペラタイヤが完成です。タイヤが薄いとやっぱり跳ねなくなるんだ。おお、いいかもしれない。ホイールトレッドもまた広くなったので、
走行安定性が上がることでしょう。ではこのタイヤセッティングで走行していきます。はい、本日の動画以上となります。もしこの番組を気に入っていただけた方はぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。